脇の風を切って動き始めるとどう乾いた胸が癒す何かを求めてる。傷つくのが怖くて夢からも逃げていた。辛くてもいい生きてることを感じたい。目に見えない壁はきっと勇気さえ手にすれば消えるさ。 Fighting just わずかだけどここに希望が見える。自分らしくやれることを今すぐ始めよう。 Fighting just ささやかでも明日を信じてゆける。僕らだけがこの時代の未来を変えられるなら。嫌な天気。その資料は第一資料部の佐賀主任を通していただければ。はい、詳しい話は指令が戻ってきてからということで。あんなの検査じゃないわよ。ちょっとまだ話は終わってないわよ。先生、先生ってば。落ち着いてるわね、ずいぶん。必要ならば仕方ないことだと思うんだけど。必要なわけないでしょ、あんな。ん、何よ、忘れ物でもしたわけ。もういいって、2秒で終わった。あのロボカスが。椅子ひとみ減点。15年前か。やっぱりここだったのね。仕事はいいの？これも仕事のうちよ。何言ってるのよ。立脚艇の確認も結構だけど、あなた放っておくととことん思い詰めるタイプでしょ。だからね、確かにあなたの運命を変えたのは彼女かもしれない。でももし彼女が来なかったら全てが終わっていたかもしれない。何もかも悩むのも苦しむのも仕方ないこと。でも今はあなたの力を必要とするたくさんの人たちがいる。それを忘れないでね。ええ、そうね。殺す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 、マジ殺す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 。何やってんだ中で。殺す殺す殺す。ねえ、何よポケ坊やくん。中で何があったの。教えない。でももしひどいことをされていたら。だったら見に行けば。そんな冗談よ、このギガトンバカ。
と本当に行くバカがあるか！ちょっと待ちなさいって。ててあ、ん？私さ、もう何がどうなってもいいって感じ。ダメよ、落ち着いて。うわー、チッ、こんな時に。どうしたの？敵？この感じ、今までと違う。ついに来るわ。怪物体は成田空港に降下、依然発光を続けています。敵の身体を構成する物質の 82% が分析不能です。何なんです、今日の相手は。本当の敵よ、私たちの。本当の敵？説明は後よ。弾劾用はすぐ出せるの？はい、あと30秒でセイバーソニックへの搭載が完了します。140秒後には発進が可能になります。こっちも50秒後には戻れるわ。7番ルートの受け入れ準備、急いで。量が増加しているとしか。クシエ、データなしですか今回は。材質、動力源、兵装、あまりに不明な点が多すぎるから推察データも出せなくて。だからそのすみません、映像を切ってください。着替える時間がなくて。みんな聞いてくれる？今回は今まで以上に厳しい戦いになるわ。何が起こってもおかしくない。でも、ああ、もう話はそこまで。今日はとにかくたまりまくってんだから、どこの何様が相手だろうとぶっ潰してやるわよ。健闘を祈るわ。行くぞ、合体して一気に叩く。了解。バウトイメンジャー！ンヤイヤー！
分舐めた真似してくれるわね、この宇宙アート野郎が。レイム、あー、嘘、何、何あれ、なんで倒れないのよ。フレームアロー効果ありません。どういうこと。吸収されたようです。ダガヨウの攻撃が通じない。よっしゃ、バーニングブローコントロールアウト。コンディション定時低下、3名とも意識がありません。ショックパルス準備、パイロットの生命維持システムを最優先して。これが敵の力。ショックパルスセット完了、シュートします。ダメです、反応がありません。出力上げて。しかしこれ以上はパイロットの生命維持に支障が。起こしたのはロムリンがハッキングして放ったパルスだったんですか。私にはどこをどう刺激すればパイロットを覚醒させられるかが完璧にインプットされているのです。で、クンヤ君はなんで起こさなかったの。いや、そのあ、先輩、あ、お疲れ様でした。ま、今日はお前のおかげで勝てたようなもんだしね。今日のことは多めに見てやるよ。恐れ入ります。なんて甘ったるいお話があると思ったか。そんなひどい理不尽な、こんなことがあっていいんですか。あのね、風巻さんも副司令もあなたのこと全然知らないって。ガビーン、確認の電話あなたが勝手にアクセスして改ざんしていたんでしょ。なんてそんな、あ、今日はこれで解散なんちゃって。そういう計画があるのは聞いていたわ。でも試作体を作った段階で問題が多すぎて中断されたんだけど。じゃあ一体誰が。Thank you.
アバルダに迫る忍びの影、制圧されるアバルダ、最下層に秘められた謎とは何かって、なんであんたがいるんよ、ぶっ壊された。あんたが復活しました。なんせレギュラーですから。レギュラー。次回破邪巨星グレート断崖用第9話奇襲鍵の刃、ご期待ください。こうなったら何度でもぶっ壊してやる。あっ、胸子の逃げんな。待て。